今日は7月21日土用丑の日です。つまり鳥の大好物のうなぎを食べる日です。仕事で大きなプロジェクトがあるらしく、鳥がちょっと疲れ気味なんですね。そんな疲れ切った妻に大好物のうな丼を用意して帰りを待ったらどうなるのか、ドッキリです。ドッキリじゃないか、まあ、どうなるか検証したいと思います。仕掛け人は特に大きなプロジェクトもない泉がやります。まあ、そんなこと言ったら会社のメンバーに怒られるか。まあ、作ると言ってもこの味付けされたうなぎを湯煎して丼に盛り付けて、あとは温泉卵と野菜のナムルを作るぐらいなんで、まあ、そんな大したことないんですけど、こんな感じのね、鹿児島県産、僕の地元です。じゃあうなぎを湯煎していきます。特に日本にお住まいじゃない方もいらっしゃると思うんで、なんでこの日にうなぎを食べるかと、なんでこの日にうなぎを食べるか説明しますと、まあ、土用というのは簡単に言うと季節の変わり目なんですね。その季節の変わり目に、まあ、昔の人はミネラルとか、ビタミンが不足して夏バテしがちだったんですね。まあ、そんなタイミングなので栄養価の高いうなぎでこの時期を乗り越えようという昔の知恵らしいです。最近では世間の食べ物充実してるんで、まあ、うなぎ食べたぐらいで夏バテ防止とかそういうのに圧倒的な効果があるとかは別にないらしいですね。そういう見解が多いらしいですけど、特に何もなくても美味しいんで食べるんですけどね。まあ、そういう感じで土用丑の日だからうなぎ食べるぞっていう人が結構多いです。もうスーパーとかもうなぎのセールとかめちゃめちゃやってます。食べる人多いんじゃないでしょうか。日本の方どうすか食べますあとは丼に盛り付けて、あとはタレとか自分で作って完成ですかね。非常にシンプルです。僕の勝手なあれかもしれないんですけど、うなぎ入れるときはなんか黒い器の方がなんか倍美味しく感じません？違うか、なんかまあ黒2つないんで白使っちゃうんですけど、ちなみに台所がめちゃめちゃカオスなので胸から下半分はカットでお送りします。超うまい。これ美味しいな。ちなみにさっき土用丑の日のこととかめっちゃ詳しそうに喋ってたんですけど、全部さっき調べたやつでカンニングペーパーしてるんで、なんかすごい博士だと思わないでください。結構 うなぎ見た目が苦手で食べれない人とかいるじゃないですか。うちの父とかそんな感じなんですけど、蛇に似てるみたいな、青魚が嫌いな人とか、なんかそういう人は食べないんですけど、皆さんどうすかねまあうちは2人とも好きなんですけど。ちょっとバルコニーにネギを取ってきます。最近私事なんですけど、目にコンタクトレンズをインプラントする ICL を受けてきまして、ちょっともしかしたらなんか目の中にちょっとだけ血が滲んでるところとかあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと程よく見ないふりをしてくださいあんまり気持ちのいいもんじゃないと思うんで。はい、できました。これで帰りを待とうと思います。ちょっとゼンリーで今位置情報を見てるんですけど、もうそろそろあと10分ぐらいなんで、ちょっと急いで準備して鳥の顔面をこのカメラに収めたいと思います。こんな感じでできました。おかえりなさい。極端ですね。お疲れ様。ただいま。アイスクリーム買ってきたよ。おあれ予測できてた？え、何？いや、全然。この準備。全く。いっぱい買って。ノンアルコール梅酒。おお、平日のお供。うなぎさ、意外と少なくてさ。あ、そうなの？そう、ビデオ映えさせるために一旦こっちにめっちゃ乗せた。もしかして
これしかないの私の分。いや違う、そっちは俺の。まあてか分けよ。えこれしかないの本当に。で違うこっち。そうそうそう。少な？ちょっと少なかったから。そうなの。食べましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ半分になったけど。本当だ。うなぎ半分半分。意外と少ないんだね一匹じゃ。確かに、ね。足りないんだね。お疲れ様。お疲れ様。今日は何でうなぎの日なのか質問してみた。したんだよもう。なんで？したんですよ。季節のもうこれはまあカットするけど。うなぎってなんか特別な作り方あるなって。何？どう？美味しい。美味しい？でもまずいわけないよ。みんなもうなぎ食べてね。うなぎはねよくあるよね日本のレストランって海外でも。あそうなの。うん、うちのお母さんとかそういうの好きよ。これがっつりビデオの最初でうなぎ知らない人いると思うんですけどってすごい見せてる。